はい、皆さんこんにちは、HE スウェントです。今回はですね、HE スウェント通信ということで、この HE スウェント通信もう1年半ぶりぐらいということで、非常に久しぶりの配信になりますが、今回はちょっとお話ししたいことができましたので、これからお送りしていきたいと思います。そのお話しする内容についてはもうすでにタイトルの方に出ていますけども、大学院進学の件についてということで、お話の方をしていきたいと思います。この件については、ブログの方にすでに記事を上げていますが、やはりその進路に関することということで、ちょっと重大なことになりますので、この件については YouTube の方でも HE スウェント通信の形でお話ししたいなということで、この動画を作っております。それでは早速始めていきます。突然ですが、先ほど言いましたように私 HE スウェントは、今大学院への進学を検討しております。僕のチャンネルを最初の方、僕この YouTube のチャンネルは2010年の8月末に作ったんですけども、その頃からずっとご視聴いただいている皆さんは、僕が非常に勉強嫌いだということをよくご存知かと思います。もういろんなところで、勉強嫌い、勉強嫌だ、もうこんな生活嫌だみたいなことずっと言ってたんですけども、今回なぜ、そんなめちゃくちゃ勉強嫌いの HE スウェントが大学院進学という決断をするに至ったかということについて、お話の方をしていきたいと思います。直接のきっかけはですね、今年のシルバーウィークに母親から、もし大学院に行きたいのなら資金面では何とかするから、お前その辺よく考えとけよというふうに言われたことがきっかけです。僕自身それまでは、実は大学の入学するときにですね、父親の方から、お前はもう4年でちゃんと卒業してで就職してくれたらそれでいいから留年だけはせんといてくれというふうに、言われてたんですね。でそれを僕はもう両親の方針として、僕にはもう4年で卒業してそのまますぐ就職という道を取ってほしいのかなということで解釈しまして、それに沿って僕は今まで、進路設計といいますか、いついつ何年のこの時期にこれやって、でこの時期にこれやってというふうに、計画を立てて、今までおおむねそれの通りに、準備の方を進めてきたわけなんですけども、そこで突然その母親に、もし大学院行きたいんやったらちょっと何とかするから考えとけというふうに言われて、ちょっとびっくりしました。はい。で自分にとってその大学院の進学って本当にいいのかということを考えたんですけども、一般的には、その社会に出るのが2年遅くはなりますが、入社してからの賃金がその学部卒と比べても少し高いということで、で、障害賃金 の面で見てもやはり大きな差があるということでした。それから大学の就職担当の先生の方から、大手企業に行くにはもう大学院進学は当たり前というふうに話を聞いておりまして、その大学院に行ってしまうと、その専門分野についての研究をもうめちゃくちゃ極めるということになりますので、就職先としてもその専門分野というところに、道は絞られてきてはくるんですけども、でもその大手企業とかも選択肢に入れることができるようになってきますので、専門分野という一つのジャンルで見れば、選択肢は増えると考えてもいいのではないかなということで、考えました。で、僕が今その大学でやっている、情報関連の勉強はもう僕の趣味の一部でもあり、昔から結構好きだった分野でもありますので、実際今現在、その勉強の方も非常に楽しく進めておりますし、これからそれが研究になったとしてもその途中で折れるとかそういうことはないんじゃないかなと考えました。今やっぱりその自分で調べるだけではちょっと情報も不足しておりますので、その
大学院進学の件について親に言われたシルバーウィークが明けてからの1週間で、友人とか先生とか、あと僕が配属されているゼミの先輩とかに、その大学院進学のメリットとかデメリットとかいろいろ尋ねまして、まあ、最終的にはこれは自分のためになるかなということで、母親には大学院に行きたいですというふうに伝えました。まあ、ただですね、父親はやはりその4年で卒業して就職してくれたらいいという考えを崩してはいなかったようで、まあ、反対しているということを母親の方から言いました。で、まあ、その反対の理由としては、学部卒と院卒で変わらないのだったら4年で卒業した方がいいし、大学院の2年間無駄になるんじゃないかということだそうです。で、まあ、それについて、先日、一回実家に戻る機会がありましたので、そこで、家に帰って、で、両親と僕とで、じっくりと話し合いの方をしました。で、まあ、僕の方からは、その大学院進学するとこういうことがあって、でこういうことが自分にとって、いいことなんだということをとにかく熱く伝えました。で、まあ、父親からはもう反対されるだろうなということで、もう最悪の場合はもう大学院進学を諦めて、もうなんとか就職の道をに戻していこうということも考えてたんですけども、意外にも父親は最終的にはその大学院進学を認めてくれました。まあ、その最初に、大学院進学する意味あるんかというふうに反対していた理由の方がですね、やっぱりその大学院に進学してしまうと学部卒より2年間、もっと言うと高卒より6年間社会に出るのが遅くなってしまいます。で、その分、まあ、いろいろなことにチャレンジする機会が少なくなってしまうということで、もし今の選択肢が間違っていた時とか、途中でうまくいかなくなってしまった時に、そのやり直しが効く期間が高卒よりも学部卒よりも院卒の方が短くなってしまうと、もしその軽い気持ちで大学院進学を考えているんだったら、いろんなことにチャレンジできる期間が少なくなるだけだからやめとけということらしかったです。はい。で、まあ、僕がその大学院進学のことについて伝えたことによって、父親としてはある程度そのチャレンジできる期間が少なくなるという覚悟はあるんだなという感じで見てくれたんだと思いますけども、まあ、最終的には認めてくれました。ということで、まあ、来年僕は就職活動ではなく大学院の入試の勉強の方を、まあ、勉強といっても今の僕の成績だと面接だけで入試を受けることができるという制度を受験することができますので、まあ、でも今勉強している科目の成績が悪くなってしまいますと平均点が下がってしまって、でその面接だけで受験できるという制度が利用できなくなってしまいますので、まあ、まずは今履修している科目の勉強をもう熱心にやって、で、まずは平均点を下げないように、で、まあ、できればもう平均点はさらに上げていく方向で、頑張ってやっていきたいなというふうに思っていますし、母親からもせっかくのチャンスなんだからそれを無駄にしないように、しっかりと勉強しろというふうに、改めて、活の方を見てられました。まあ、あの高校時代にその親から受けた喝はもういやいや勉強させられているというような中で受けたものでしたので、もう本当に気分害されたんですけども、でも今やっているその勉強は自分の好きな分野でもあり得意な分野でもあるということで、まあその分野について親に喝を入れられたということで、すごくモチベーションは上がりました。はい。まあ、大学院の入試は来年の7月にありますけども、まあ、それまでに、まずは今受けている授業をしっかりと単位を取って平均点を下げないように頑張って、で、まあ、4年生になったらもちろん卒業研究もありますので、そちらの方も専念しつつ、まあ、大学院進学という道を切り開いていけたらいいなというふうに考えております。はい。ということで、ちょっとだいぶ長くなってしまいましたが、大学院進学の件について、お話ししました。
まあ、この件について、もしまた何かありましたら、まずはブログの方で報告することになると思いますが、まあ、今回のように、内容によってはまたこんな感じでエチスレント通信を新たに制作することになるかもしれません。はい、ということでエチスレント通信はこの辺で終わりにさせていただきたいと思います。まあ、今回、1年半ぶりのエチスレント通信の制作ということで、まあ、他にもいろいろお話ししたいことはありますが、なんせ1年半という非常に大きなブランクがありましたので、それだけのブランクの分を全部お話ししているとめちゃくちゃ時間は長くなってしまいますので、私 H スデントの近況報告とかそういうものにつきましてはブログの方やツイッターなどをご覧いただければいいかなと考えております。はい、というわけでですね、今回はこの辺で失礼させていただきたいと思います。それでは皆さん、さようなら。